島にも何か出てきそうな感じがするよ。大丈夫、カノンさん。そんなに怖いなら別荘で待っててもよかったのに。それも考えたんだけど、一人で別荘まで帰れる自信ないし、迷子になる方が怖くて。確かに知らない島で迷子も怖いですね。ピー君、カノちゃん先輩どうしたの？元気ないよ。だって怖くて。怖いことばかり考えるから怖くなっちゃうのよ。楽しい話をすれば怖くなくなるわ。じゃあ海賊の宝物が何なのかみんなで話そうよ。それはいいね。私はそうだな、思うに儚いものこそ最高の宝だ。美しい花が咲き乱れる秘密の花園が海賊の宝だと思うよ。私は楽しいものだったら嬉しいわ。きっと海賊さんも笑顔になれるものを大切にしてたと思うの。ピカピカのどんぐりとか、いい匂いがするタオルとか、甘いお菓子とかじゃないかしら。海賊さんの宝物の話だよね。あんたたち海賊にどんなイメージ持ってんの？それじゃあ美咲はどんなものだと思うの？それはやっぱり金銀財宝とかじゃない？金銀財宝、ピカピカしてるけどあんまり面白くないわね。もっとワクワクするような宝物がいいな。美咲、もっと自由に想像してごらん。そうすれば素敵な宝物を思い描けるはずさ。なんか夢がなくて悪かったね。あれ、みんなどうしたの？カノちゃん先輩、もしかして宝物を見つけたの？うん、宝物はないけど、なんだか広いところに出たみたいだよ。広そうだけど暗くてよく見えないわね。みんな明かりで中を照らして。どうしたの、カオルさん？いや、影が動いたような気がして。うわー、コウモリだ、たくさんいるよ。こっちに向かってくる。ここはコウモリさんのお家だったのね。してる場合か。というかコウモリにしたら私たち完全に侵入者だから。ああ、どうしよう、コウモリに食べられちゃう。落ち着くな、ここは冷静に。そう、コウモリの苦手なもののふりをしてやり過ごすんだ。天敵のふりをすれば驚いて向こうに行ってくれるはずだ。でもコウモリの苦手なものって何？それは、なんだろう。カノン、コウモリの苦手なものが何か知らないか？急に言われてもわからないよ。バカな質問してる場合じゃないでしょうが。どこかに逃げないと。あそこに大きな岩があるよ。コウモリさんが落ち着くまであそこの影に隠れたらどうかな。カノちゃん先輩、ナイスアイデアだよ。みんな上手に隠れるわよ。コウモリさん、おとなしくなったみたいだね。なんとかやり過ごせましたね。でもまさか洞窟に入って早々あんなことになるなんて。多分明かりで照らして驚かしちゃったんだよ。ごめんね、コウモリさん。みんなも大丈夫？というか、これで洞窟の中が危ないって分かったでしょ。またこんな目に遭う前に帰った方がいいんじゃない？どうして帰るの？コウモリさんと遊べてとっても楽しかったわ。びっくりしたけど、なんだか冒険って感じだったね。
恐れることなど何もないさ。私が一緒なら怖いものなどないだろう。普通に怖かったし、普通にカオルさん慌ててたじゃん。というかもうちょっと懲りてほしいんだけど。この先大丈夫かな。コウモリさんより怖いものが出てきたらどうしよう。カノンさん、サンバカは当てにならないし、私がしっかりしないと。きっと大丈夫です。何かあったら私が何とかしますから。カノンさんは離れないようにしてください。美咲ちゃん、ありがとう。やっぱり美咲ちゃんって頼りになるね。